俺がこれ4年前のメグウィンだ。メグウィンだ。もう、メグウィンだ。そう、俺は、メグウィンだ。14年目のメグウィンだ。いいか。前々回、俺は、なんか、出すと。なんか言うと。言ったと思うけど、今日はその、気持ち悪い。うわ、すっごい。すっごい。何この地震みたいなやつ。波です。それは波です、まあ、この波に乗って俺は言うから。というのもじゃあまあ今日一つ明かすとして、まず何から話そうかな。離婚の真相から話すか。まあそうなんですよ。ことを例えば離婚した時に俺周りからすげえ浮気浮気浮気って言われてたんですよ。メグウィンの離婚の原因は浮気ですみたいなことを言われたんですけど、でコメントにもいっぱい書かれたんですけど、浮気してねえから、マジで。これを見てください。これはフォトショーで加工してありますね。あれ、これ本当のやつだっけな、加工してんだっけな。そんなのはいいんですよ。僕はね、再婚しました。再婚をしましたよ。Tinder を使って。再婚の確率っていうのを調べたら、35以上、いや、結婚の確率か。35歳以上で結婚ができる確率って、もう 5% 未満らしいんですよ。その 5% 未満でもやっぱ結婚したいし、子供欲しいと思ってるんですよ。だから、もうすぐ別れた直後からもう、めっちゃ Tinder して、10万以上課金したい、俺は。もう時間がない時間がない、どうしようどうしようっていうので、わーって課金し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 て、やっと結婚できました。いや、やっとっていうよりも早かったんですけどね、結婚するまで。もう結婚して今年で1年以上は経ってるんで、まあそこまでは早かったんですけど、やっぱり大変でしたね。っていうのも、この彼女はドイツ人です。これドイツです、ドイツです、これドイツ語。いや、結婚しましたよ、ドイツ人と。なんていうんですかね、いやいや、あれですよ、日本人が嫌いとかそういうのじゃないんですけど、やっぱ外国の人と結婚したいし、僕は自分で面白くなりたいんですよね。なんか結婚することも面白いし、でドイツ人と結婚したのもまあまあまあ外国人が好きだからなんでしょうね。まあちょっと今何言ってるか分かんなかったけど、いやでもドイツ人と結婚しちゃいましたよ、私。これね、なんかこういろいろ見せたいな。そうだからまあやっぱこういうところかな、こういうところかな。こう見る、この吉高パパと恵子ママと私でドイツに行って、お嫁さんのね、もう家族もいて、とてもいい結婚式をしました。私はね、次はドイツのファミリーができましたね。で、前回と違う点は、まあ、ドイツなんですよ。で、前回結婚した時って俺全然英語喋れなかったんですよね。で、全然英語喋れなくて、あの家族に会いに行って、まあ、英語わかんないから全く話せなかった。でも今回は違う、なぜなら俺は英語が少し話せるようになったからっつってドイツに行ったら、ドイツ語なんですよ、全員。あーっつって、グーテンタークとか言われるんですよ。いやいや、えみたいな、ハローじゃないのとか思いつつ、また同じように家族と話せない、ずっとつってあーですよね。でも日本語しかもう出ないんで、日本語どうせ分かんないし、ドイツ語の相槌分かんないから、あーつって、あーお父さん、あーつって、あーっていうのをもう永遠と繰り返しましたね。まあ今でも話せないですからね、ドイツ語は。もう全然一秘書イディゴンぐらいしか分かんないですよ。これすいませんって意味なんですけど。でもまあそういうのがやっぱ自分的にはすごく楽しいんですよね。で、多分前の俺だったらこういうのも余すことなく動画にしてたと思うんですよ。初めて行きましたとか、あ、やってないか。前のワイフんちは、ちょっとね、
ちょっと映せなかった、なんか向こうに申し訳がなくて、まあ、今回ももしかしたら映せないかもしれないけど、まあまあまあ、でもドイツに来ました、結婚しました、結婚式挙げましたみたいなことはやっぱレポートまあしたかったんですよ。なんだろう、 YouTuber とかそういうの関係なく、そういうの出してこそ俺だと思ってるんで、そういうチャレンジをしてるんだ、まあ、チャレンジに成功したらすごい嬉しいし、やったーって気持ちになるっていうのを皆さんと共有したいっていうのが、もう離婚する時のことを考えちゃって怖くて出せなかったんですよね。でもこうやって今日発表したんで、まあまあまあ、もうしゃあねえと、また離婚した時には、うめえぐん浮気だろ浮気だろって、いや浮気だ、お前浮気だって言われるの、もういいいい、もうそしたらいい、もう言われてもいい、どうせ言われるんだったらもう今から覚悟できてるから、もういい、どうせ 言ってくれ、もう浮気したら、もう浮気したらじゃない、あの離婚したらもう原因は浮気だって、もう言って、構わない構わないぞ、構わない。あー言ってしまった。やっぱ俺のうちとかが YouTuber なのに映んないって、なんか俺もすごい違和感を感じてたんですよね。だからまあうちとかも見せたいし、じゃあ奥さんも、まあ、顔は出さないっていう約束なんであれですけど、まあ、紹介したいですよね。やっぱみんな YouTuber って家族ぐるみでやってるとこ多いじゃないですか。俺もやりたいんだよね本当は。だからやる、だからやる。そして皆さんにもう一つご報告があります。子供ができました。私、子供ができました。ついに念願の子供ができました。本当に皆さんありがとう。こんなあれですよ、言っとくけど、出来婚じゃないからね。出来婚じゃないよこれ。まとめたけど、あの結婚式の当日にできた子供なんで、はい、もう俺42じゃないですか。絶対これから不妊治療とかするんだろうなとか、一回もできたことなかったから、自分にこう自信がなくって、あ、これからまあ2年3年とかかっていくのかな、子供できるまでにとか思ったら、一発でやりましたよ、一発でやってやりましたよ、 Tinder からの一発相撲でございます。リーチ一発相撲でございます。いやもうこう、もう結構ママにも言ったし、結構パパにも言ったし、あっちの両親にも言ったしつって、もう本当にありがとう、みんなありがとう、みんなありがとう。今日多分そう、みんな応援してくれてる気がするんですよ。最近は、最近とか一昨日のことを考えたら、ありがとうみんな本当。だから俺は子供のためにも、会社のためにも、今まで以上にパワフルなメグインをお届けしたい。でみんなにもいろんな挑戦をしてもらいたい。そうです。そうです。あ、そうです、そうです。とてもいい人。とてもいい人ですね。俺らがエンジン止まってんのがどうしたんだろうと思って見に来てくれて。とてもいい人。こういう人に、おお、いっぱいこう出会いたいんですよ。だから俺はもう逃げも隠れもしない。俺はめぐいんだ。逃げも隠れもしない。でこんなワイシャツ、メグインがワイシャツ、なんかこういうのとか革靴とか、みたいな感じじゃ、何かしこまってんのお前、嫌なんですよそういうのも全部。だから俺は変わる、変わってやるぞ。白黒の
ああ、死んじゃう死んじゃう、もう夏じゃない、もう長崎の夏じゃない、ダメか、あっ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 、あ